PE ファーストのレオとジュノンがミニドキュメンタリーマイターニングポイントでナレーターを担当。日本テレビで放送中のミニ番組マイターニングポイント、未来に挑む冒険者たちから、金曜午後10時54分関東ローカルが4月5日放送分午後11時24分からリニューアル。 PE ファーストのレオとジュノンが基本的に月交代でナレーターを担当することが分かった。マイターニングポイント未来に挑む冒険者たちからは、様々な社会課題に対して未来を変えようと挑む冒険者を紹介。そのターニングポイントに注目をしながら夢に向かって奮闘する姿を見つめるミニドキュメンタリーだ。これまでフードロス削減、環境保全、教育、福祉の充実、地域創生など様々な課題に挑む冒険者130人が登場し、多くの視聴者に今を生きるヒントや勇気を届けてきたが、5日放送分からさらにパワーアップする。まさに今、自身も夢に向かって挑んでいる人気アーティスト BE ファーストのメンバーであるレオとジュノン。そんな2人がナビゲーターとして冒険者たちと同じ目線で応援していく。レオはマイターニングポイントがご覧いただく方の新たなターニングポイントを作ると信じて、今ターニングポイントで奮闘する冒険者の姿を番組の一員としてお届けいたします。ジュノンは、僕たちと内容は違えど未来を変えるという意味では同じ、今を生きる冒険者たちの存在をお届けしつつ、自分の勉強もさせてもらいたいと思ってます、とそれぞれメッセージを寄せている。